アリアです。ティナです。ユラリです。キメカです。エコです。ピンク、ラテ、ティー、ティー、はじまるよ。はい、ということで今日は皆さんに大切なお知らせが3つあります。1つ目は、すごく寂しいんですけど、3月をもってユラリが卒業するという報告です。私は4月から高校生になるということで、3月をもってピンクレッド TV を卒業するんですけども、残りの期間皆さんとたくさん思い出を作って楽しい時間を過ごしたいなと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。ユナちゃんもユラリが憧れだったからね、寂しいね。そう、でも泣いたらゆらりが受け悲しいから。いや、そう、なんか今我慢してるの、今頑張ってゆらりが卒業するからこそ頑張らなきゃいけないからね。ちょっと待ってください皆さん、私が卒業すると同時に4月から新メンバーが入ります。人数とかは分からないんですけども、全く何も知らないね。何も知らないんですけど、誰かピティも知らない、ピティも知らないちょっと教えてほしいな楽しみだな。で、ゆなちゃんとエコちゃんが先輩になる。そうだよ、かっこいい。後輩みたいな見てないけど、あ、おはようございますとか言いそうよし、そして最後、なんとピンクラ TV 初の韓国ファンミーティング、この名も PLTV 学園ボリューム1。イエーイ。いや、もう念願のね、これは ね開催日時なんですけど、2020年3月21日土曜日の午後1時から午後3時までとなります。いやー、はい、場所はここ、いつも私たちがピンクレッド TV を撮影しているワールド北青山ビルで開催します。いやー、楽しみだ楽しみだ、このスタジオではないんだけど、そう、このビルでね、ひめかの誕生日の次の日だ。おっ、3月の日だ。おめでとう、するんですか。あ、私たち5人と一緒にゲームをしたりとか、プレゼントが当たる抽選をやったりとか、私の卒業式をそこでやってもらったりとかします、はい、そして皆さんが気になるチケット販売情報です。チケットの販売は2月21日金曜日の午後4時頃から販売開始となります。もう来週ですよ皆さん。そしてチケットの購入はピンクラテ TV のホームページから購入が可能となりますので、詳しくはピンクレッド TV のホームページをご覧ください。そしてチケットは先着40名様となっております。ちょっと早めにポチッとよろしくお願いします。結構少ないですね、40名ね。そして参加条件があります。10代女性限定のイベントとなっています。はい、そしてもう一つ、 YouTube に出演可能な方のみとさせていただきますので、よろしくお願いします。イベントの中でカメラが入ったりするので、顔出し OK だよという方のみのチケット購入とよろしくお願いしますそして注意事項です。チケットは電子チケットとなっておりまして、クレジット決済のみとなっておりますので、お家の方と相談をして購入してくださると嬉しいです。チケットは1枚2000円プラス税となっております。皆さん、私たちに会いに来てください。ロケとかではなんか普通に会うだけとか写真撮るだけだけど、ファンミの時はおしゃべりしたいなって思います。ゆっくりするせいで身近に感じれるからね。確かに、みんなと会いたいです。いろんな方とお話しして、ゆらりちゃんの卒業前の時間をたっぷり過ごせたらいいなと思います。はい、はい、改めましてチケットが2月21日金曜日の午後4時頃から販売となりますので、お父さんとお母さんと一緒にこうスマホの前で待ち構えて、写真だったらポチッて購入してくれると嬉しいです。抽選ではないですので、先着の早いもん勝ちとか言っちゃう早い方が40名来なかったら出せる。全然楽しみに待ってますよ。ちょっと桜ます本当に心からお待ちしていますので、本当によろしくお願いします。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、ツイート